っしゃい、どうも、やまもです。今日はこれから春にかけてのお洋服にぴったりなアクセサリーたちをご紹介していきます。こちらラティスさんとスリーコインズさんで購入してきたアクセサリーでございます。オール300円、最高。私の趣味丸出しですが、お買い物の参考にしてもらえたらと思います。それではまずスリコから。はい、こういうデザインのカチューシャです。白の三つ編みのようなパールがかった色のカチューシャと、スミブルーパープルみたいな色をしたねカチューシャでございます。2つセットで300円ですね。こういうカチューシャは1個でつけても可愛いし、あーなんかさ、今日の髪型と相まってさ、昭和のアイドル感出てない。今ピン止めしてるの外そう。なんか頭にね何かをつけてるだけでかなりおしゃれ感が出るので、とりあえず頭が寂しい時はね、いつもカチューシャとかヘアバンドをつけたりするんですけれども、あ、これだけでも可愛い。2つ一気につけても可愛いよね。太いカチューシャやからどうだろうな、太いのを手前にやって細いの奥にやる。これは1個だけでつけた方がいいかも。どうでしたろう、どうでしたろ皆さん。何も言うことね、可愛いって。こっちをつけるとこんな感じですね。ちょっとなんかレトロなコーデとかに合いそうなカチューシャです。かわいいな。あ、次こちらピアズ。白はねこうなっております。私はね金属アレルギーで、ちょっとねこういう金系キャッチが金とかやとね荒れやすいんやけど、ちょっとねキャッチを100均で売ってる透明のやつとかに変えるとね荒れなくなるので、私はいつもそうやってキャッチとかを変えてます。刺すところは銀やから、銀はねなんか荒れへんからね気にせずいつもつけてます。待って、めっちゃ可愛いやんこれ、見て、可愛い。このねシースルーオーガンジーの布がついている。そしてここにね押し花が入っているような、ちょっと揺れる春っぽいピアス。一気になんかおしゃれになった気分にならん。お次こちら、ババン、また出ました。もう最近この色ばっかり買っちゃう、流行りと言われるとそっちに引っ張られている単純なやつなんですけれども、このピスタチオカラーのねリボンです。ヘアゴムではなくってピンみたいな、ヘアピン。これなん、これ名前なんなん。服ってこのゴムのね結び目引っ掛けんのよね、これを。どういけてるかな、どうなってるかわからんから怖いんやけど。あ、可愛い、春っぽ。こういうリボンがついているデザインのヘアゴムってゴムにリボンが絡まってやりづらい時とかがあるから、こういうねピンタイプのものにすると楽々引っ掛けれるので、リボンのヘアゴムいつも巻き込んじゃうよって方におすすめです。ババン、クリップです。こういうクリップ私ね一切使ったことなかったよね。ちょっと頑張ってヘアアレンジしてみようと思って買ってみました。そしてこのデザインキラキラ可愛いな。この銀ギラ銀にねさりげなくしている雰囲気がもうたまらんぐらい可愛い。くるりんぱします。どうでしょうか。もうどうなってんのかわからんから怖いよ。もうどうなってる、大丈夫。まあ、ちょっとねいろいろ使い方があると思うので、このねワニクリップと呼ばれるものを使いこなしてみようと思います。はい、スリーコインズの購入品が以上でございまして、お次ラティス。久しぶりにラティスに行きまして、もうときめきまくりんぐりんぐりんぐりん。まずは私の大好きなヘアバンドから、こちらババーン。でまずこちらから、はい、こういうリボンの伸縮性のあるような布のねヘアバンドでございます。色がくすみブルーですね。もうヘアバンド大好き人間やからさ、私ちょっとねリボンっぽくなっているので、ガーリーな雰囲気とかに合いそうなヘアバンドですね。こういうの羊ヘアとかが合いそう。なんかこういうちょっとガーリーな雰囲気のヘアバンドは即席ヘアアレンジやからさ。はい、どうでしょう、こんな感じのヘアバンドです。ちょっと量産っぽい感じのお洋服に合いそうなヘアバンドでございます。で、お次こちらはこれとまあちょっと似てるんやけど、リボン型でなんとレースがついております。これもね量産っぽいお洋服に合いそうなヘアバンドで、レースが入ってるのがまた可愛すぎて可愛すぎ、こんな感じでございます。あ、可愛いねこのヘアバンドもね。で、ヘアバンドをつける時のポイントといたしまして、前髪をいい感じに巻くといいよ。私ね今前髪を切って短いから、ヘアバンドしてもね前髪がこう目にかかったりねしてないんやけど、後ろに行っててちょっと浮いちゃってたりするとねかなり加工が悪くなっちゃうので、しっかりとこうねこの何つむじを隠すぐらいまで
ヘアバンドをね前の方に持ってきてあげると結構ね馴染みます。ふとした瞬間こんなことになってることとかもあるんやけど、ちょっと定期的にねこうやって意識してあげて前の方に前の方に持ってくるようにしてあげるといい感じにヘアバンドをつけれます。そう、前に持ってきたらねやっぱりこう前髪がペッターってなるから、前髪がね鬱陶しいなって思うこともあると思うから、そういう時は前髪をあらかじめ結構巻いておいてあげるといい。いや、これは巻きすぎたな。こんな感じで巻いておいてあげると、こう前にヘアバンドを持ってきた時も目にかからないので鬱陶しくないです。ヘアバンドの雰囲気と合うようにトップスも変えてきました。三つ編みしてあげるとちょっと雰囲気が統一されるかなと思います。でこういうねやっぱ伊達目がね、なんかレトロ感ちょいダサな雰囲気が出てちょっとおしゃれに見えるのではないでしょうか。で結構細かくきつく三つ編みすると私はね自然とこうくるんってなります。はい、そんな感じのヘアバンドでございます。こちらババン、ペースのピアスです。かわいい。はい、ピアスこんな感じです。つけた時のね重みも全然感じないから、あれ私今ピアスつけてんのかなってなるぐらいの軽さ。ハーフアップお団子とかお団子だけでも可愛いかもしらん。一気になんか華やかになる頭が。お次こちら、ピアス。最近こういうのめっちゃ流行ってるやん。メタメタ可愛いよね。このパープルにねとても惹かれました。はい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 、はーい、はい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 、はい、ちょっとこの2種類をつけてみました。ただただ可愛い。お次、金止め。こちらはこういう3種類で、この2つはパチンピンですね。これはなんとも春らしい、このまた出ましたピスタチオカラーのなんか美味しそうなねこういうピンとお花が金止めです。どう？こんな感じでこういうところにつけたり、はい、こんな感じでいかがでしょうか。いろんなねヘアアレンジを皆様楽しんでください。最後カチューシャー、ダダーン。サテンっぽい生地にちょっと厚みのあるふわふわしたね、なんか綿でも入ってるんかなっていう感じのカチューシャですね。この色がほんまにドツボやね、可愛すぎるね。はい、こんな感じ。いやもうほんまどのヘアアレンジでも合いそうなカチューシャ。やい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 や、丸メガネとの相性も抜群じゃない？このカチューシャ、ちょっと締め付け力がある気がするカチューシャなので、長時間つけてたらこの辺がちょっと痛くなってくるかもね。細かく見えないように耳の裏にかませといてあげたらいいかも。こんな感じでティッシュを、これでねちょっと締め付け力がマシに感じます。この時期から春先まで大活躍しそうなアクセサリーを買ってまいりました。今日も見ていただきありがとうございました。チャンネル登録はもちろん、 Twitter、Instagram のフォローをよろしくお願いします。